坂46のの乃木坂46の岩本蓮香です。文化放送からお送りしている乃木坂46のの第407回が始まりました。新型コロナウイルスの状況を考慮してリモート出演です。もう2週間以上が経ちましたけど、年が明けて。お正月らしいことは結構してるんですよね。初詣行ったりおせちを食べたりするんですけど、お正月の食べ物って言ったらまあいろいろあるじゃないですか。おせちとかが定番だと思うんですけど、私個人としてはポテトなんですよね。なんでかっていうと、初詣で神社に行くじゃないですか。神社に行ったら屋台が出てるんですよね、ぼちぼちと。でそこで必ずポテトを買うんですけど、そのポテト本当に美味しいんですよ。あのめっちゃ種類があるんですよ、お粉の種類。その粉を入れて振るんですけど、紙に入れて、もうめっちゃ美味しいんですよ。本当に美味しくて、私はあの昔はそんな食べる方じゃなかったから、でもやっぱちっちゃい子ってみんなポテトが好きじゃないですか、大体の子。私もポテトはとにかく大好きだったので、神社行ったらまずポテトっていう感じで、あとわたあめ、キャラクターのイラストが書いてあるプリントされてる袋に入ってるわたあめとかそれとポテトは必ず買って、あと焼きそばも買いましたね。なんか屋台でこうお仕事してる方ってすごいなんか面白い人が多くて、私すごい好きなんですけど、お祭りとかめっちゃノリいいじゃないですかなんかすごい面白いメニューとかも出てるんですよ。だからなんか、あ、懐かしいなこの感じと思いながら年明けを迎えましたけども、でもポテトは珍しいと思います。なんで皆さんのちょっとお正月の食べ物といえばみたいな、なんかおせち以外であったら教えてほしいなって思います。はい、この後登場するメンバーは4期生の早川聖羅ちゃんです。先日成人の日でしたが、2000年生まれの新成人、今感じていることをたっぷりお話しいただきたいと思います。ラジオの前の皆さんも乃木の名を一緒に盛り上げてください。 Twitter で番組公式ハッシュタグをつけてつぶやいてくれると嬉しいです。番組の公式ハッシュタグはひらがなで乃木の、タグをつけてつぶやけば今この時間を共有している人を見つけられます。そして番組の公式アカウントもあるので、ぜひフォローしてください。文化放送をキーステーションに11曲ネットでお送りする乃木坂46のの、最後までお楽しみください。毎週日曜日の夜6時30分から放送中、日向坂46の日。日向坂46のメンバーが毎週楽しくおしゃべりしています。例えばこんな感じ。嬉しくて多分顔真っ赤今。なんか顔赤いです。やだ、もうあんま見ないで。てか目見すぎ、サシちゃんの。本当に。なんかこの時計とか見てていいよ。いや、こうやって二人でお仕事するのも貴重なんで。いや、熱いよ。あんた熱いよ。熱い女だよ。高橋熱い女三国ね。解明ですか？解明です。日向坂46の日は今日の夜6時30分から。乃木坂46のの。お待たせしました。今日はこちらのメンバーです。乃木、早川聖羅です。よろしくお願いします。よろしくお願いしますまずはね、成人したじゃないですか。はい。ということでですね、20歳になってどういう心境なのかっていうのはね、まあそんなないと思うけどいや本当に聞いていきたいと思います。正直、うん、特にないですね。だよね。いや、思うんだよね。みんな結構やっぱりさ、はい、このお仕事してると、二十歳になった心境はとか、何か変わったことありますかとかさ、やっぱ聞かれるじゃない、インタビューとかでも。なんかしかも、どの節目でも聞かれるじゃないですか。そう。高校卒業して。ああ、そうだね。中学卒業してとか。意外とさ、年齢ってそんなにないよね。意外と気にして生きてなくない？うん、気にしてないですし、なんかもう、この乃木坂とか、こういう芸能系のお仕事されてるとわかると思うんですけど、うん、年齢とかっていうよりかはもう、入った順番、もう、蓮香さん年下だけど、先輩なので、うん、なんかどちらかというとそっちの意識の方が強いので、なんかあんまり、
そこまでとらわれてはないかなと。そうだね。先輩後輩みたいな感じで。うん、いや、ちょっとね、年齢は言うと。そうですね。だって私、さっき、ね、レンカさんのお姉さんと同い年って。そうだね。そう聞いて、ちょっとびっくりしてますね。次女と同い年です。なので、セイラちゃんは次女ですね、私。次女。私三女なので。なんかもう、どちらかというと、もう先輩って目で見てるんで、うん、私の方がレンカさんのことをちょっと、年上に見える時の方が多いんで。え、本当に？え、思います。へぇー。だって、なんかもう、見た目からしても大人っぽいじゃないですか。いやいやいや、よく言われるでしょ、でも。おいくつでしたっけ ?16。見えないでしょ。こんな16歳いないですよ、だって。でもそんなことないよ。でもね、後輩が入ってきて、はい、同い年の子たちも増えたし、うん、あと、あやめちゃんもまあ、学年は一個下だけど、それでも、何？なんか、あやめも大人っぽいけど、うん、なんだろう、その二人が本当16歳っていうのが本当に考えられないな。あやめちゃんめっちゃ落ち着いてるよね。うん、すごいなんか、面白い見てて。貫禄がすごい。本当に面白い見てて。10代の終わり、なんか意識したことないっていうのあるかな。うん、でも、うん、やっぱり、10代最後って言われたらすごい名残惜しかった。あ、まあ確かにそうだね。ラスト1週間ぐらいちょっと、ああ。でもなんか、18から19歳の時は、結構、なんか嫌だったんですよ。18歳から19歳。確かに18歳の方が嬉しかったんだけど、19歳は微妙やったんで、うん、なんかそれやったらもう早く、なんか20歳大人ですって言いたいなっていうのはあったんで、まあ、嬉しかったのは嬉しかったけど、ラスト1週間ぐらいだけちょっとだけ名残惜しかった。あ、みんな言うんだよね、すごい。18歳、永遠18歳で止まってたみたいな。なんかやっぱ、若いし、でもなんかめっちゃ子供な感じもないし、みたいな。そうね、ちょうどいいよね、18歳って。もう18歳になったこと。そう、もう18歳経験したみたいな言い方さ。みんな言うからさ、そうやって。まあ、でも私も、もうすぐで17になるし、ね。したらまあ1年後18だし。17歳すごい。すごいしか出てない。すごいしかさっき言ったら言ってないけども。あ、でもさ、前撮り写真をブログに。あ、そうなんですよ。ね、見たけど、あれはお母さんの着物。お母さんの着物。めっちゃ可愛かった。いや、ありがとうございます。綺麗だった。あれはお母さんがね、成人式の時に着たっていう。そうなんだ。なんか友達も、うん、はい。お姉ちゃんの友達も、お母さんも来てた。うん。めっちゃ綺麗。ママフリっていうらしいです。そうなんだ。ママフリなんだねって、ファンの方が、ブログのコメントに。そんな言葉は本当にあるの？ママフリみたいです。聞いたことない。ママフリか。はい。でもなんか、なんだろう。すごい大人っぽい、今どき色の、振り袖着させてもらって、なんか、意外としっくり、自分で着た時しっくり着ました。なんか、赤とかよりも、なんかちょっと違って、なんだろう、自分らしさが出たのかなと思って。確かに確かに、めっちゃ似合ってた。残念ながらちょっと成人式は地元内行けなかったんだけど、でも、おばあちゃんとかから、おじいちゃんおばあちゃんから、LINE が来て、で、おばあちゃんとかに、お母さんの時は、成人式のすぐ後に、阪神淡路大震災があったから、それですごい、なんか覚えてるんだ、みたいな、すごいちょっと泣ける LINE が来てて、なんか、あれからすごいお母さんが大人になって、みたいな。うん、セイラもそのうちすぐ大人になっていくんだろうなと思ったら、みたいな。なんかもう、ね、ありがたいなと思いました。そうだね、すごい素敵な着物で。うん、よかったですね。はい、うん。おめでとうございます。レンカさん、なんかもう決めてたりとかしますか？まだ16歳ですけど。全然決めてないけど。ママフリーではない。うん、違うと思う。お姉ちゃんとかは自分で選んでたから、そうなると思うんだけど、うん、全然想像もつかないし、なんかやっぱさ、このお仕事してるといっぱい着る機会あるじゃん。確かに。で、それでなんか、あ、自分でこの色合うなとか、これ違うなとかってなんか、密かに思ったりするじゃん。わかります、わかります。なんか、意外と、落ち着いた色の方が、なんか、しっくりはくるの。わかります。同じタイプです。ね、私も大体色が、水色とか、なんか紫とか、ちょっと落ち着いた、寒色っぽい色が、
なんか浴衣とかでも多かったから、そうそうそう。そういうタイプです。そう。だからなんか、あ、もし着るとしたら、なんかそっち系の色を着たいなって、なんとなく思ってる。わかんないけどね。でもわかんないですよ。あの、お仕事で、こう着させてもらったりとかするときにこう、なんか私とかだと最近あの、二十歳を記念した、雑誌とか、そういうので、緑の、プリソデを着たりとかしたときに、なんか、あ、黄色でよかったって、お母さんの水が、黄色じゃなくて緑だったら、なんか、うわ、被ったとか思うんだろうなと思ったんで。なるほどね。なんか、着たことない色、どうせだったら着たい。確かに確かに、そうだね。珍しい色とか今いっぱいあるもんね、デザインとかさ。うん、なんかちょっとモダンな感じとか。そう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 。なんか珍しいの着たい。どうせなら全部違う種類の雰囲気のフリスで着てほしいなと思う。もし着る機会があったら。楽しみですね。そんな楽しみ、まあまあまあ、楽しみですね。はい。はい、そしてですね、ちょっと前の話にはなっちゃうんですけども、去年の12月に4期生ライブとカウントダウン TV ライブ。あったと思うんだけど、はい、4期生ライブはまずどうでした？4期生ライブは、やっぱり何でしょう、大変でした。そうだよね、大変だよね。やっぱり4期生だけでライブを一つこう、作り上げるっていうのは、やっぱり正直力不足の部分もやっぱりすごく多いので、そこを自分たちだけで補っていかなきゃいけないっていうのが本当に不安でしたし、なんかそれこそ初めて4期生ライブをさせていただいたのが、2019年の5月にさせてもらったんですけど、その時はやっぱり有観客で、こう目の前にたくさんのファンの方が応援してくださってたので、こう自分たちが足りてない部分もその盛り上げでこうやっぱり助けられた部分たくさんあったので、それが今回配信ライブということでなかったのがすごくやっぱり不安でしたね。そうだよね。やっぱり会場と配信だと熱量も伝わりづらいし、こっちも伝わらないし、見てる方のリアクションもわかんないので、そうね、やってても何度か不安に、やりながら不安になる時とかもすごい多かったですし、でも最終的には、4期生ももともと11人だったんですけど、5人増えて16人になって、こうさらに、なんでしょう、人数も増えて、熱量もアップしたので、そこでだいぶ助けられた部分もあったので、そういう面ですごく本当に、なんとかみんなで乗り越えられてよかったなっていうふうに思いました。そうですね。16人か。そうなんですよ。増えます。一番今、乃木坂で鬼滅だと。そうだね。多い。多いよね。はい。16ってすごいね。この間喋ってたのが、1期生さん、2期生さん足して16人って聞いたの。え、そうなんだ。そうなんですよ。だから。それはすごい。なんか年末に紅白出させてもらったじゃないですか。その時に列に並んで写真撮ったじゃないですか。3列で、ね、1期生2期生さんが一番前で、後ろに3期生さんで、その後ろに4期並んだ時に、4期おーってみんなで思った。なんかみんな大体同じぐらいで並んでるんだけど、一番後ろの列だけめっちゃいるみたいな、長いみたいなね。多くて、もうそれでなんかね、気づいたらこんなにいたんだって。え、でも4期生は何年目だ？はい、4期生は2年経ちました。2年経ったのか。12月で、去年の12月。そっか、2年か。3年目になりました。あー、早いか。早いですね。なんかやっぱり、去年1年が、活動もなかなかできてない部分もあって、なんか、数ヶ月、自粛期間の数ヶ月、本当にゼロぐらいに感じてるんで、ね、まだ2年経った感じがしないんです。確かにそうだね。はい。仕事の量とかもだいぶ減ってたからね、あの時は、ね。大変でしたよね。でも時の流れ本当早いなって感じするよね。え、おいくつの時に入ったんですか？ 12 の時に入って。12？ そう、もうすぐで17だから、5年経つのね。5年ですか？そう。すごい。5年目で、で、9月、そうそう、5年目だからね、3期生も。なんか、エイスイヤーバースデーライブやった時も、はい。なんか、あ、
半分は3期生もう経験してるんだと思ったら、あ、確かに。そう、なんかそう思ったら、すごい。あ、そっか、まだ、乃木坂が4周年の時とかに入ったのかと思ったら、うん、すごいびっくりした。3期生もなんか、ずっと後輩、後輩っていう気分でいたから、なんかいつの間にかこう4期生も新4期生も入って、うん、って思ったらなんか、あ、3期生も随分大人になったなぁと思って、もう学生も2人しかいないしさ。あ、そうなんですね。そう、クリスティ以外全員学生だったんだけど、うん、学生も気づけば。そう、リリアも高3で私も高2だから、あ、はあ、早いなぁと思って。早い。早いですね。でもきっとファンの方からしたらなんか、うわ、もうこんなに大きくなっちゃってって思われてるんだよね。寂しいと思う。でもその気持ちすごくわかる。でもまだこう、2。そうね、もう3になるけど。まあまあ、まだ高校生だから。まだまだもう1年あるって言うんですけどね。大変だと思いますけど。頑張ってください。はい。じゃあ、ここでですね。はい。一曲、お届けしたいと思います。はい。セイラちゃんの新曲です。はい。今月27日リリースの26枚目シングル、ボコボコ好きになるに収録されている4期生楽曲です。はい。それでは聴いてください。乃木坂46で、アウトオブザブルー。乃木坂46の山本蓮香と早川聖羅がお送りしている乃木坂46のの、はい、ここからは普通のお便り普通のを紹介します。はい、ね、はい、まずはラジオネームひらら@さーちゃんおさんからいただきました。ありがとうございます。はい、皆さん、乃木乃木、僕は湯船から出るタイミングがわかりません。お湯に浸かるのは好きなのでいつらでも入っていられるのですが、僕のお風呂には追いだけ機能がないため、はい、湯船のお湯は冷めていく一方、最初は熱々で汗をかきながら入ってるのですが、最後の方には冷え冷えで震えてしまいます。湯船から出る最適なタイミングがわからないので、皆さんがどのタイミングで湯船から上がっているのか参考までに教えてください。えー、えー、でもうちでも追い出き機能あるよね。ありますね、私も。追い出き機能がない人の気持ちがまだわかんない。あ、でも、なんかホテル行った時に、はい、お湯溜めて入ったことは何度かあるんだけど、うん、もうホテルって大体ないから追い出き機能が、うん。冷めてく気持ちはわかる、うん。なんかね、最初はハーってリラックスしてるんだけど、はい、携帯とかいじってて、なんかだんだんね、寒くなってくるな。なんか寒いなって肩まで浸かるんだけど、はい。なんか本当に冷たいの。お湯じゃないか。ぬるま湯みたいな感じで、めっちゃ寒くなってくる気持ちはわかるかな。はい。タイミングを聞かれたもな。タイミングか。まあ、まあ、さっさと上がる。え、でもさ、はい、長風呂するタイプ？私長風呂するタイプです、ね。私は違う。私、最近ハマってるのが、うん、あの、熱々の湯船に入って、出て、うん、で、冷たいシャワーを、わーって当てて、うん、で、もう一回浸かるっていうのを繰り返すのにハマってます。だからもしかしたらすぐ冷めちゃうのであれば、うん、あの、冷たいシャワーを当てて、うん、あったかーいっていうのを一気に感じて、うん、あの、そこで汗をこう促進して、なるほどなるほど。入ってみてはとは思います。はい。参考までに。参考までに。はい、それでちょっと風邪ひいちゃっても、ちょっと責任は取れません。責任は引かないように。はい。じゃあ続きまして。はい。北海道ラジオネーム、チェレミクさんからいただきました。ありがとうございます。乃木坂の皆さん、乃木。乃木。明けましておめでとうございます。はい、僕は27歳になって、ついに今年、お年玉をあげることになりました。ついこの間までお年玉をもらっていたような気がしますが、いよいよそんな年になったかとしみじみとしました。うん、乃木坂の皆さんは今年、お年玉もらったり、あげたりしましたか？もらう？もらう？私、今年ラストだよって言ってもらいました。そうなの？二十歳ですから。そっか、そこが節目なの。はい。でも、
お兄ちゃんまだもらってるんですよ。じゃあもらえるよ。お兄ちゃんは大学生で、まだ働いてないんですよ。ああ、そういうことか。だからもらってて。働いてるからってことだ。なんかちょっとずるいなと思いました。いやいや、働いてますから。え、って言ったらレンカさんも働いてます。もらってるんですよね、まだ。いや、まだレンカ10代だもん。子供やもん。学生をアピールしていかないと。アピールして。でもお姉ちゃん2人とももらってるもん。ずる。いいな普通にもらってる。なんだろう、おばあちゃんとおじいちゃんがいるからかな。やっぱおばあちゃんとおじいちゃん。あげたいですよね。そうそうそう。だからすごい、ちゃんともらうけど。あげることはまだないかも。私もまだあげることはないですけど、でも、なんでしょう。親戚に、いとこが二人いるんですけど、二人とも年下で、もうまあ可愛いんですよ。だから、すごい誕生日とかやってすごい、なんか、そわそわしちゃう。何あげようみたいな。可愛い。おもちゃとかすごい買ってあげたくなります。え、何すか？小学生かな。あ、小学生か。なかなかでも、会えないもんね。はい。私も、いとこ、鹿児島にいるんだけど、はい、全然もう、本当に全然会ってなくて、去年の、あ、違う、一昨年の夏から会ってない。めっちゃ悲しい。もうなんか、本当にちっちゃかったのに、大きくなっちゃったから。年下なんだけど、はい、ね、新規の男の子はいるし。もう私の味方は、中学生の女の子だけ。いっぱいいるんですね、めっちゃいるの、めっちゃいるの。でもね、男の子も可愛いんだよ、めっちゃ素直な子だから。可愛いんだけど、なんか恥ずかしがってね、あんま話してない。でもそりゃ、ね、恥ずかしいお年頃ですよね。そうそうそう、だからね、またね、もうちょっと大人になった時に話せたらいいなっていうのを、今そっちを楽しみでした。ね、今年なかなか皆さんも親戚の方と会えないっていう機会あると思いますけど、来年は。そうね、会えるようになったら。会ったらいいですね。会えるようになったらぜひ会ってあげてください。はい。はい。質問はいつでも大歓迎です。私たちの質問や番組を聞いて思ったこと、教えたくなったことなどがあったら、メール、おはがきなどで伝えてください。はい。お待ちしております。では、ここで一曲お届けしたいと思います。はい。今日はね、4期生が来てくれたということですね。おこの曲を流したいと心に決めました。あ、嬉しいです。ありがとうございます。はい、はい、それでは聴いてください。乃木坂46ね。アイシー。アイシー。ナビさん、ラジオの極意を教えてください。うむ、一つ姿勢よく座るべし。一つ大きく口を開けるべし。一つ勢いよく白米をかき込むべし。え、食事の極意？お母さんおかわり。文化放送お天気のりと乃木坂46スタムのまゆのねこめ、毎週水曜日の夜10時から、毎週日曜日の夜6時30分からお送りしている日向坂46の日。日向坂46のメンバーが週替わりで登場。この番組でしか聞けないトーク満載です。私たちの素顔に触れられる30分、日向坂46の日は今日の夜6時30分から。乃木坂46のの。文化放送をキーステーションにお送りしている乃木坂46のの。乃木坂46で思い出ファーストを聞きながらお別れの時間です。はい、早かったですね。早かったですね。はい、また久しぶりに来てくれたけど。はい、また来てください。ありがとうございます。はい、本当に最近ね、ありがたいことに、ラジオのお仕事、そうだね、よくさせてもらうんですけど、うん、本当に喋りすぎちゃって、全然いいよ。この間、喋りすぎなんて本当に気をつけてくださいって言われたことが。生放送だとね、ちょっとね、時間のあれがあるけど、これは、ね、収録なので、はい、いっぱい話してください。またお話ししに行きます、はい。ありがとうございます。はい、ここでお知らせをさせてください。はい。乃木坂46の26枚目シングル、僕は僕を好きになるが1月27日にリリースされます、はい、そしてセイラちゃんからもお願いします。はい、その26枚目シングルに収録されている初回使用限定版のタイプ D に、4期生楽曲のアウトオブザブルーも収録されているので、そちらもぜひチェックよろしくお願いします。そして現在発売中の雑誌 R 2月号に掲載させていただいています。ミオナさん、2期生の堀ミオナさんと撮影させていただいたんですけど、プロデュースをしていただいて、メイクをね、していただいて、
あの服も選んでいただいて、うん、でヘアメイクもあの注文していただいて、うん、あの楽しく撮影できたので、ぜひよかったらその姉妹っぽいところも見ていただけたら嬉しいなと思います。うんうん、はい、お願いします、はい。番組では引き続きあなたからのお便りをお待ちしています。おはがきの場合は郵便番号105-8002文化放送乃木坂46ののそれぞれの係までお願いします。はい、メールの場合は乃木@joqr.net noji@joqr.net です。そして番組のツイッターの方もぜひフォローしてください。この後は日向坂46の日です。引き続き文化放送でお楽しみください。来週もまたこの時間にお会いしましょう。お相手は乃木坂46の岩本蓮子と早川せいらでした。バイバーイ。卒業アルバムに一人はいそうな人を探すラジオ、乃木坂46の秋元真夏です。次回1月19日火曜日のテーマは受験生だけど受験どころじゃない人っているです。出演してくれる方は番組ツイッターをチェック。卒アルラジオ毎週火曜から金曜夜7時から9時まで生放送。